どうも、クジラです。今日も最後まで動画を見ていただきまして、誠にありがとうございます。どうも。いやー、今日も無事に食べられて、まあよかったかなっていうのと、今日はね、変わったものをちょっとね、買ってみたんですよね。鶏の専門店のとこだと思うんですけど、ちょっとネットで発見して、あー食べてみたいなと思ったんですけど、手羽先餃子。多分手羽先がこうなった時に、この丸いところに餃子の素が入ってたんですよ。あまりちょっと見えなかったかなと思うんですけど、それがね、ほんとね、ジューシーでね、すっごい美味しかった。これね、なんか大賞かなんか取ってるみたいで、すごく、あ、食べたいな、食べたいな、と思ってて、そしたらなんかその、冷凍でネットで売ってたんですよね。で、それを、ね、自分で揚げたんですよね。いやーでもね、なんだろうな、結構手羽先ってカリカリ、サクサク、サクサクじゃないか、カリカリかなになると思うんですけども、ジューシーなんですよ。入れた瞬間にね、肉汁がね、ブワッて広がるの。あ、これ、うまいって一言。それだけかなって感じですかね。まあ、あとは、まあ、じゃじゃ麺を作って食べたんですけども、まあ、組み合わせ的には、そんなにお腹に負担もなく、でもたまるものだったと思いますので、手羽先餃子はね、多分皆さん食べてもらいたいですね。うまい。マジにうまい。これうまいなと思いましたね。まあ冗談抜きで。まあいろんななんかネットなんかで、とかその、まあスーパー行ったりとかでいろいろ食材を探すんですけど、でも今は結構便利だから、遠くの県の名産のものとかなんかでもネットで買えるじゃないですか。でもそれね、やっぱり美味しいものを食べた方がね、いいと思うんですよね。なので、今日も美味しく食べられて本当によかった。満足ですね。では、ごちそうさまでした。また気が向いたらいつでも見てくださいね。それでは、また明日会いましょう。じゃあね。